こんばんは、えーえー。今日は夜のライブ配信できなくてすいませんでした。ちょっとね、あの、ムカ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 してね、あの、下痢と嘔吐が続いて、ちょっとできませんでした。すいませんでした。でね、あの、もう我慢できないので、二人の方をブロックしました。この二人の方、 な,なんでブロックしたかというとあのー、なんていうんですかねあのー、まあ一つはね陰でこそこそ、えー、アンチと思われる人たちとやり取りをしていた二つ目これ大きいんですけど書き込みをして「私はここを離れますだろうね」 あの私もアンチ行ったのでもうあれしますとかね,もうね子供と同じようなね対応をする人でねいろいろねあのここに至るまではいろいろやり取りしてたんですけどまあ情緒不安定でえ誤解が誤解を招くどっかから聞いた情報を鵜呑みにするある人は X とかね インスタ X でレンちゃんが書いた内容を X をしてない人に送るとかねその送ってくれって言われたから送ったかもしれないでもねアンチェが書くことっていいこと書いてないんでしょそれをね送ることがどういうことなのかっていうことがねまあ大人としてねハンターがついてないでこれはね直そうと思って直すこと直ることではないんですね非常にね あの残念極まりない行動が目につきました。でもう一人はね、もうあのちょっと、えー、精神状態おかしくなってて、あのーあのー、まあ、ああ言えばこういうし、まあ、あのね、説得なんかする、説得してる、あのーあのー、何、チャンネルに残ってまうようなものではないんですね。嫌なら去っていけばいい。 嫌なら去っていけばいい。でも、あの、二度とね、僕のことはどこにも言わんといてほしい。というのはでも縁切りたい。ちょっとね、あと僕、4年間 YouTube やってますけど、こんなにね、腹が立ったのは正直初めてです。その裏のこそこそ具合がね、悪質。 悪質でね、もうね、もう調子悪い。でもうなんか自分のことしか考えてない。そういう人はいいです。でもともとね、そういう気質があった人なんだと思います。でねあの、自分からこのチャンネル離れますっていう人は何も言わなくていいです。勝手にいなくなってください。誰も探しませんから。で、まあ、ただ言えることはね、コメントで書くっていうことは、もうさっきもね、1分前とかね、5分前とかにね、この2人がね、書き込みしてましたけどね、 あのあのブロックしました多分2人でまた何か話し合ったじゃないですかね類は友を呼ぶなんだかんだ言いながらねもうねあの調子悪い時にねこういうことをされるのがね一番ちょっともうしんどい正直あの100がやって一理なしとはねこのことなのかなっていうふうに僕は思いましたまあ残念だけど仕方ないですよね人間の性格とか人間ねやり,やり直しはできるんだけど わけのわからん理屈をこねてね、やり直しできないとかね、やめますとかね。でね、あの、一人はインスタもブロックしました。もう見れば全部ブロックします。あの、とにかくもう僕の周りから離れてもらいたい。全部ブロックしました。あの、アンチが何を書こうか知ったこっちゃない。<laughs> もう知ったこっちゃない。だってそういう人たちが話した情報なんでね、まあリスナーの皆さんそれがね、 あのまともか、まともなことなのかとかね、判断してもらったら結構です。で、僕はね、アンチのことを動画にするのはあまり好きではないけれども、あの、やらなければやられるんですよ。んでね、あのー、このね、YouTube をどこを見るのかっていうのはリソナーさんの勝手なんですけど、グレーっていう色はないんですね。白か黒なんですよ、YouTube って。白か黒なんです。 それをね、都合よくあっちにもいい顔したい、こっちにもいい顔したいっていうね、グレーになろうとする人がいるんですね。で、これはね、もう、あの、グレーの人はどうぞ黒に行ってくださいっていうのはね、まあ、そういう、あの、お話です。ちょっとね、今調子悪くてね、あの、おうしてね、帰ってきたらね、1分前とか5分前にコメント出してましたね。まあ、コメント話まあ、あっちと同じです、やってることは。悲しいですね。まあ、一定の年齢が来て、 あんなことをするっていうのはね、もうちょっとね、あのー、うん、ちょっとなんていうかなうん、僕の力ではね、その人のことを変えることはできないし、あのー、まあ、僕のチャンネルでいろんな変なコメントするんだったら、もう来てもらわなくて結構なんで、ブロックしました。で、もしね、あのー、別のチャンネル、別の、えー、なんだっ,たっけ、 えー、アイコンなりで来たら見つけたら全部削除しますまただからもう永遠に帰ってこれませんあの来なくていいです <laughs> もうね信用できない人はいいですあの信用できないっていうかね僕は基本的にはすごく信頼をしてましただけど裏でこそこそとねあのしてので勝手に自分たちでこうじゃないかあじゃないかってねあの決めつけてね でそれを僕にパーンとぶつけてきたりねもうなんかいい加減にしてほしいと思った最初は怒らないようにこう対応してたけどもうあまりにもバカバカしくて考えれば分かることが考えれないああもうこれダメだな冷静にものを考えることができなくなってる大人として人間としてこれこういうことやってることがいいことなのかっていうことをねあの理解できないっていうこと それとあんまり仲が良くなかった人間でもね、こうね、あのー、こういう時はね、一緒になるんですよ。だから、別の動画でね、あのー、リスナーがアンチになる時とかっていうね、動画出したんですけどね、あのまさしくはちょっと似てます。まあ、落ち着いたら内容もね、僕言いますけど、あのー、まあ、 ライブとかでねあ,あの人とあの人来ないなと思ったらあの人たちだったんかと思ってください僕はねちょっとやそっとでブロックしませんただ周りに悪影響を及ぼすでそれをね周りに逆に承認に見てもらいたいっていう感じで、ね、書き込みをするっていう、まあまあ、ある意味悪質だから悪質な人はねあの僕の手には負えないしあのやっぱりねあの他のリソナンさんに迷惑をかけてしまう だかららとりああえずまあ、さよならですねでこの二人にアンチが近づいていくかこの人たちがアンチに行くかってどうぞもう好きにあのもうあの好きにしたらいいと思いますもともと言ってたんでしょっていう話なので、ねうん、まあもともと裏切ってるんでねあの裏切り裏切らんって話じゃないんですけど何食ある顔してねアンチのとこ行ってたのにこう来てねあでもない子どもに言ってねもうなんかねまあ一応自由なので。 黙ってましたけど、もうね、ちょっとね、さすがのね、僕もね、こんなにね、腹が立ったのは正直初めてです。ご報告でした。